さてここからはもっとゴジスタ、今日はオースライブの延長戦です。もつのお店もつ焼き一筋さんに天野さんがいます。天野さんお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。天野さん2週連続ですかね。口の中が幸せの味。あ、そうですそうです、2週連続でやらせていただきます。すいません、初っ端からまた噛み合ってないんですけど、ね、こういうこと多いんですよ私がやるとね。なんでなんだろうな、はい、岡田さんだとねそんなことないんですけどね。そうなんですよね、不思議だな。まあでもこのスタイルが僕だと思いますんでこれでやっていこうと思います。あ、はい、今日もお願いします。はい、お願いします。はい、さあそして引き続き店長の篠原さんに来ていただいています。よろしくお願いいたします。このヒョウ柄のタオルが素敵なんですよ。あ、本当ですね。一応目立たないとね。あ、目立つために、目立つためにあえてやらせてもらってます。ちょっと見た目がファンキーで、でもすごくね、丁寧な話し口調の素敵な店長さんです。ホルモンカラー、はい、引き続きお願いします。ホルモンカラー、ピンクのね、確かにそういう捉え方もありますか。勉強になります先輩。はいさあそしてちょっとね店内の奥の方には常連さんも来ているようです。今 ね常連さんたちが楽しそうにお話を、ね、しながら、ね、召し上がっている様子が伺えます。はい、本当に地元の方に人気のお店というのが伺えました。はい、ではそうした空間の中で引き続き伝えていきます。先ほど中継の方で本編の方で触れられなかったこちらのもつ焼き、美味しそうです。はい、はい、もうねちょうど 3,4 分ほど前に火からこう下ろして今こちらに持ってきていただいたので湯気がねまだまだ立ってるんですよね。美味しそうだ、はい、これは赤味噌。赤味噌です。うち当店で一番売りにしている赤味噌。どこの赤味噌使ってるんですか。ちょっとそれは企業秘密で、企業秘密ですけど、まあ、こだわりの赤味噌を使った赤味噌です。もつ焼き、あれこれってもつ以外にも、はい、このあたりってなんか麺入ってます。そうです。うどんの方はこちらの方はトッピングしてもらってます。あ、じゃあ通常はもつとかお野菜だけですけどもトッピングで麺を追加してうこう鉄板の上で一緒に混ぜていただけるってことですね。美味しそう。これも切り方とかその洗い方っていうのを、あ、お電話が鳴ってる人気のお店ですからね、ちょっと結構ねお電話が鳴るんですよ。あ、予約のね、はい、この今のね、はい、こちらのもつのも先ほど言ってたように洗い方とか、はいはい、切り方っていうのを部位によって変えているこだわりの方法で処理をね、うん、しているそうです。ではこちらをいただきたいんですけど、はい、このこれなんて言います。ヘラですね。ヘラは何に使いますか。これはい、ヘラを使うことによって、はいはい、お皿にこうやって団体とかで来られたら、はいはい、移しやすい。あ、なるほど。本当ですね。お箸だとちょっとしか持てませんもんね。鉄板から離れたくないよって言っちゃってる。あ、大丈夫。麺がはいはいはい、はい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 、あ、こうやって乗せていただくわけですね。ちょっともつも入れてもらっていいですか。はい、うわ、またねこれこちらもうプリプリの、プリプリ、ええー、大きいんですよ。で今この中に入っているのが、うん、牛ホルモン、牛ホルモン、で豚バラ、あ、もつ以外にもこうした赤身肉、豚バラとかも一緒に入っているわけですか。そうですね。あと、ちょっと見栄えちょっとちっちゃいかもしれないですけど、はい、トンちゃん、トンちゃん、はいはいはい、はいはいはい、で、あと牛ハラミをちょっと入れて、へえ、いろいろ入れてくれてるんですね。4つの部位が、そうです、はいはい、ちょっと作らせていただきました。じゃあこちら、あ、もう香りだけでご飯3杯くらい食べられそうないい香り、こってりして食べてもらっていいですよ。もうこれもっとご自身なんで、はい、はい、いただきます。はい、ご飯3杯食べたら絶対に太る。突っ込まれちゃった。間違いないですね。いや、大きいですね。いいですね。美味しそう。食べましたね。喋れてない。ご飯ください。いや、欲しくなるんでしょうね。っていう味。うん、本当に美味しいです。こってりした
ちょっと甘辛い味噌がね、うん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 、しっかりこうホルモンのもう繊細なホルモンのそのホルモン自体に染み込んでる感じですね。赤味噌の味わいっていうのが。あ、美味しそうだ、うん、お野菜もこうシャキシャキで歯ごたえも楽しめてすっごく美味しいです、ね、もう今あの持ち上げも店長がやってくださいました、ね、見ました今の、ね、やっていただいてるんだなと思ってこれ打ち合わせなしだとしたらすごいコンビネーションですよこれ、うん打ち合わせ何もしてないですからね、ありがとうございます。全くしてないですね。完璧アドリブですね。アドリブで、はい、お伝えしてくださっています、あのこちらのもつ焼きも持ち帰りがテイクアウトができるんですね、はい、できます。うん、はい、テイクアウトだと何人前からとかあるんですか。最低できればお一人様だと別に1人前でお肉最低お2つとか、まあ、あとはもう上限なしでいくらでも焼きます。へすごい。じゃあ、あのこう鉄板であの持ち帰ることはできないじゃないですか。お家に帰って美味しく食べる方法って何かあります？美味しく食べるには、まあ、フライパンで弱火でちょっと、まあ、10分ほどちょっとプツプツいうぐらいまであの火を通してもらう。あ、でそれがちょっとできないのであれば、レンジでチンするのに大体10秒を3回ぐらいやってもらえれば。30秒じゃなくて10秒3回。10秒そうです、あのじゃないとその分が焦げちゃうん で、 うーん、でその10秒10秒10秒でやったらあの綺麗に美味しい元のままの味が出せます。あ、そうなんですね。すごい今うちにここにいるディレクターが一番うなずいてる。そうなんだここに現場のスタッフもみんな今、ね、あ、そうするといいんだって勉強になりました。さあそしたら続いてこちらのもつの方もね、うん、もう一度お伝えしたいと思います。あの先ほども言いましたけど、はい、じゃがいもや玉ねぎって珍しくないですか、ね、石井さん。じゃがいもってあまり聞かないですよね。あ、これから入ってますね。ちょっとゴロッと入ってるのかな、はい、あ、玉ねぎも。そう、これが今ね、こちら玉ねぎ で、 これ玉ねぎですね。じゃがいもが、あ、これがじゃがいもかな。ここじゃがいもいるんですよ、はい、ですね、ですね。あれ、さっきハート型にジャガイモ切ってくださってたんですけど、店長が。ヒョウ柄のタオルを巻いた店長がハート型のジャガイモ入れてくださってて、私はいつそれを突っ込んでいいのかって考えてたんですけど、そう、ギャップがね、またたまらないんですけど。この辺にジャガイモ、ハート柄のハート型、あ、割れちゃった、割れちゃったかな。失礼しちゃった。割れちゃった。そんなことありますか。ちょっと嫌な感じだな。すいません、店長。嫌な流れですね。ちょっとハートが割れちゃうなんて。ちょっと気を取り直して。まあまあ、どっかにいると信じて。そうですね。ちらの、まだ割れたかどうかわからない。器は間違えません。はい。はい。白い器が正解です。こちらの器に入れて、ちょっと玉ねぎも一緒に。そしてもつももちろん入れますよ。このあたりかな。うん、とわあ、いいですね。スープがこうね、ちょっと透き通ってるんですよね。さ、うんうん、よいしょ。じゃあ、湯気が本当に美味しそうです。はい。そうなんです。うん、よいしょ。じゃあ。ふうふうと。じゃがいもが和風のポトフみたいになってますね。あ、非常によくわかる。はいはいはい。うんうん。でもホクホクして芯まで、そこの最後の味まで食べれる。すごい。あのもつと合わせられる野菜って結構シャキシャキ系のこう、キャベツとか、うんうんうん、あとニラとかね、そういうイメージが強かったと思うんですけど、じゃがいもっていうのもまたちょっと新しくて、合いますよ。へプリッとしたもつと、はい、ホクホクっとしたじゃがいも、また違ったもつ鍋っていう感じです、うん、はー、あー、食べたいですね、うん、温まりそうですね。はい、そうで石井さん、このもつ鍋をより美味しく食べる食べ方っていうのを、はい、今日店長教えてくださるみたいなんですよね。3つのポイントがあるそうで、3つのポイント、まだ美味しくなる、はい、1つ目が一番最初に火力を強めて、ほうほう、アクを必ず取る。あ、アクを取る。まず最初に強く火力をしてアクをしっかり取る。その後に
もつを沈める、もつを沈める、沈める、はい、あの火を通してでコトコトずっと煮込んで、それから食べれる状態ですね。はあ、その一度あの火加減を強めにしてアクをしっかり取った後に、はいはい、コトコトと弱火でじっくりこう煮ていくのが美味しくなるポイントなんですね。まあ、そこがコツですね。へえ、そうすると一見こう、はい、私さっき、うん、あの私さっき結構こうずっと火を止めずにコト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 煮てらっしゃったので、これ火止めなくて大丈夫ですか、煮え切っちゃいませんかって店長に聞いたんですよ、はいはいはい、そしたらそれが逆にこの野菜とかから水分が出て美味しくなるんですって。だから弱火で、弱火っていうのが重要なんですけど、弱火でコトコトコトとよじっくりじっくり時間をかけて火を通していくっていうのが、こう野菜のうまみとか水分とかを出す美味しい食べ方なんだそうです。へえ、いや勉強になります。はい、 はい、あともう一つねあるんですよね、端何でしたっけ、あのどうしてもこういうあのお鍋だとこの縁がやっぱりどうしても火が火力でちょっと焦げちゃうので、はい、こういうのを中にどん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 中に押し入れて、なるべく最後の最後の素材まで焦げずにちゃんと食べれるようにしていただくっていう感じですね。あんまり やらないかもですね。私それやったことないです、うん、あの一般のご家庭の土鍋とかでも、うん、なるべくこの縁をやっていくと、あとの、洗い物するときに、はい、奥様とかあとはあの洗いやすいと思います。奥様方に優しい、はいはいはい、ですって石井さん。いやね、勉強になりますよ。あんまりねあの聞いたことなかったですけどいろんな鍋に応用効きそうですもんね。ねえ、そうですよね、うんうん、はい、ということで、まあ、お鍋やもつ焼きもいろんな楽しみ方があるというのを学びました。はい、わかりました。ここまで篠原さん、そして天野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、ありがとう、いいキャラです、素敵なキャラクターでした、ありがとうございます。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。